てかさ、聞いてよ。うちらさ、このスマホケースあるじゃん。これね、お揃いなの。あの、はい。次の。はい。はーい。うん、ごめんなさい。あの、ハヤトさん、ありがとうございます。全然、あの、全然なんか、あの、今のは、あの、何って思った方いらっしゃると思うんで、あの、うん、ちゃんと説明するんですけど、うん、あの、まだ世に出してはいけないものを出してしまいました。すいません。ただそれだけです。ごめんなさい。本当に大人の方が関わってくる、あの、商品っていうかね、なので、あの、ごめんなさい。本当に。一回ごめんなさい。一回ごめんなさい。まあ、それを踏まえて、あの、ちょっと今、その大事な部分は取ったんですけど、うん、これね、あの、うちとリーニーの携帯なんだけど、何なの？何がしたいの？何がしたいの？大好きじゃん。もうさ、うん、意味わかんねえだろ、ここまで来たら。いつもお互い、なんか、あ、これ違う。違う。なんかギリ待ち受けで、あ、これいいものだ、ごめん。こうやってやるのに、一回こうやってやって、そうそうそう、あ、違う、これ違う。そっくりすぎるやん。あ、せめてこれよかったね、このシールのさ、上下になってるのが。いや、もう絶対覚えてないでしょ。確かに。白が上ってでしょ。だからこのレンズの数だね。そう、数。でもこれガスで超スタイリッシュね。こうやってね、こうつけるだけ。え、そうそうそう、これでもう充電完了ですから。コードがさ、いつもさ、しゃべとるって時にあ、ガスだ、うん、ってなるよ。そうそうそう、それがないから無理だよ。出してこう置ける、うん、あ、そう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 、これガチ便利、ガチおぬめ。普通にあのスタンド使いできるっていう。え、そう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 、ジョジョの奇妙な冒険。でマジこの発想新しくない？使ってない時はこうやってやって、普通にこのグリップみたいな。え、そうそう、これも一緒についてるから、こうやってこうやってこうやってこう。これいいよな、これいい、これガチ便利なのよ。これガチ便利、これ作ろうって最初に言ったやつ、マジサンキュー。サンキュー。スタンディングオベーションだよね。